シムシティ4とは、シムシティシリーズの第4作目である。前作、シムシティ3000のシステムを踏襲しているため、攻略法は似ているが、財政の細分化などにより難易度は高くなっている。より建築物などのディテールが綿密になっている。シムの生活や、勤労の様子も描写されるようになった。本作は、パソコンゲームであり、コンシューマーゲームとしての発売予定はない。 発売当初は、高性能 PC のスペックをもってしても快適に、遊ぶことができなかったことが話題となったが、公式サイトで配布されたパッチの導入により多少、改善された。SIMCity シシ4 DASH Hour は、エレクトロニックアーツより発売された SIMCity シシ4の拡張キットである。遊ぶには、PC のハードディスクに4がインストールされていることが必要。4との同梱版である。 シムシティオンデラックスも同時に発売された。交通関係の機能が追加、改善されたことをはじめ、様々な新要素が追加されている。無印版の都市のデータを引き継ぐことも可能だが、システムの変更によって即座に交通機関の麻痺が発生する場合もある。英語版の公式サイトより、ロットエディターや、ビルディングアーキテクトツールをダウンロードして使うことにより、 自作のモデリングや既存のオブジェクトの流用によってオリジナルの建物、乗り物の作成が可能なほか、建物が都市に与える影響も自在に設定することができる。これらは世界中のウェブサイトで公開されており、各種パッチや建物データの導入、さらには新たな交通システムの追加や需要の調整などを行えるモッドなどと併用することにより、 都市作成の自由度を飛躍的に高めて遊ぶことができる。アメットアサラバラ藤原さとみ高森香るかな。シムシティ4、高性能パソコンでも動作が遅いとゲーマーに不満。ワイヤード、2018年12月28日閲覧。ウハウハ、すっかり変わってしまった、シムシティソサイティーズのレビューを掲載。4gamer.net 2018年12月28日閲覧。ありがとうございます。